高架内大鳥は、新末の大勢国の反乱の指導者、チワン族、厚生省人州府危険出身、貧農出身で、天地会に加入した。1849年、土日の長国が新軍に投降し、金佐大臣向き坂への部下になって、太平天国軍への追撃を開始すると、高架内大鳥もそれに従った。しかし途中で脱走し、危険に戻った。 1854年、陳海率いる天地会が、関東省で放棄し、広州を包囲すると、高架苗大鳥と危険各地の天地会も抗応して、人州を攻めたが、占領できなかった。1856年、陳海が、人州を占領して大政国を建国し、利文茂を危険に派遣すると、高架苗大鳥は、利文茂を迎え入れ、危険を占領した。この行で、 高家苗大鳥は将軍に任ぜられた。1857年、高家苗大鳥は、金州、神林を占領し、高国港に封ぜられた。1859年、金州が陥落したが、また脱会している。1861年、神州が陥落し、平人王鎮海は処刑された。大政国の与党は、高家苗大鳥のもに集まり、危険によって、 人衆を奪回する勢いを見せた。しかし1862年、後世準部、劉長助率いる将軍に敗れ、人衆奪回はならなかった。1863年、高家苗大鳥は危険の小平天山に要塞を築き、検証をと称した。新軍はこれを落とすことができず、後世不正し、劉根一は、高家苗大鳥の母を人質に取った。 そこでやむなくこう叶え大鳥は投稿し、処刑された。ありがとうございます。